2021年の慶応大学の力学入試問題です。図を見てください。これは床です。床は摩擦がありません。滑らかです。で、このこれは逆 U 字型、逆の U 字型の物体です。断面を表しています。で、この内壁も摩擦がありません。で、ここに小球スモール M の質量です。これはここ断面内の、この断面内の原点における、ここが原点です。左足を原点とします。で、右向きを正 X 軸を取ります。で、 2H のところ、0から 2H のところに質長径があって、これを打ち上げると、炎直側向きに打ち上げてこう運動するという、こういう一連の運動なんですが、この半円は半径が H です。で、ここは床に対して垂直に立っています。高さは H です。で、ここで、この小球がアルファの角度で、ここの位置になるというところをこのアルファで表しています。で、問題1番ですけれども、この逆U字型の物体を床に固定しています。ですから、これが動くことによって、この小球が動くことによって、この U 字型の物体は動くということはありません。ですから、固定されています。で、小球を円柱向きにある速さで打ち上げたら、ここも半円まで行かずに、ここでこの高さ H のところで達して、また再び落下したと、こういう自然落下ですね。その時に、この打ち上げてから戻るまでの時間はいくらかと、 G と H を用いて表しなさいという問題です。これは高さ H のところを円柱側向きに上げて自然落下したということですから、時間を反転すればどちらも同じですね。対称性があります。ですから、このここ自然落下の時間を2倍すれば、このアという答えが出されますね。例えば、ここから自然落下する時間、高さ1/2GT 乗ですね。初速度はありませんから、こうなりますけれども、ですから T 乗が G 分の 2H になって、 T はルート正を取って G分の 2H だと、これを2倍ですね。ですから、時間はかかる、一定戻るまでの時間は 2T だと。ですから、2倍の G分の 2H だと。これが答えになりますね。括弧2の問題です。初速度 V0、 これは括弧1で打ち上げたその速さよりもより大きな初速度です。で、半円筒の領域に入ったと、半分の円筒ですね。で、運動したということですが、この角度アルファの位置での小球の速度の大きさはいくらかという問題です。初速度 V0 で打ち上げたという、この運動エネルギーでもって、この高さの位置エネルギーを、位置エネルギーを用意して、さらに運動エネルギーをその余りとして持っているということですが、ですから、ここでの力学的エネルギーと、この位置での力学的エネルギーが等しいという、エネルギー保存の法則を使えば解けますね。ですから、最初の温度、エネルギーは1、ここを基準としますから、1エネルギーが0です。ですから、最初の MV0 の2乗という1エネルギーがプラス0ですね。この温度エネルギーは、ここでの温度エネルギーに変わると。もう一つは、この高さですね。この高さ分の1エネルギーがあります、ここには。ですから、MGH の H なんですけれども、この高さを表せるかというと、この半径が H ですから、こっちは H サインアルファですね。で、ここの高さが H ですから、H プラス H のサインアルファです。ですから、これを解けばいいですね。で、これは2分の1M がありますから、両辺2倍して、M もありますから、共通して取り除くことができます。ですから、これは2倍の M を取り除いた形です。で、これもこれを取り除いた形です。で、これを2倍しますから、2G になって、M が取って、その H を前に持ってきます。共通項が1ですから、1プラス3アルファになりますね。で、求めたいのは何かというと、この V ですから、V1 乗イコール、あとこれを移行して、こういう式になります。これをルート取るが V が出ますね。速度の大きさですから、これは正で、こういう形になります。これが答えになります。先ほど括弧2の意図を していましたが、間違いです。ここは、あ、いうが括弧1の問題です。
で、この右の括弧1の右の問題ですが、この括弧とアルファでの小球がこの位置にありますけれども、この小球が内壁から受ける垂直抗力はいくらかという問題です。で、垂直抗力 N はこの位置での小球に働く力というのは何かといえば、鉛直下方に重力 mg です。で、この小球はこの V の速さを持っていますから、この円運動ですね、これは円運動しています。ですから遠心力が働きます。遠心力は外向きにこの半径 H です。で、速さが V ですから MR の V の状の形なので、 R を H へ置けばこの遠心力が求まります。外向きです。で、この小球は壁から垂直抗力を受けます。で、この先ほど言ったこの重力のこの成分ですね、こちらの方向、半径方向の成分は何かというと、まあ、この重力というものはこういう方向とこういう方向に分力として分解できますが、この方向ですね、今問題にしているのはこの方向ですから、釣り合いを考えていますから、これはここがアルファになります。なぜならばここがアルファですから、こことここで直角になります。ここは90マイナスアルファです。で、ここも直角にしてますから、ここがアルファですね。ですから MG のこれはサインアルファです。 MG のサインアルファです。ですからこの方向での釣り合いを考えると、遠心力がこれは そうですね。で、こちらの中が垂直抗力とこの重力の成分ですね、 MG のサインアルファです。で、これから N は引けばいいですね。この V はこちらが勝手に決めた値ですから、すでに基地の量、すでに知っている量といえば、この1番で求めたこれですね、V0 は V0 と G と H とアルファというのはもうすでに規定された値ですから、これであれすればいいですね、V 字を。ですから垂直抗力は1分の M の V 字を置いたらこれを併用したんです。ですから V0 事情。1の C プラス3やらですか。これはこれですね、マイナス MG3 やらです。ですからこれは1分の M 前の1分の V0 事情マイナス、これとこれで消えて 2MG です。 2MG になりますね。 2MG のマイナスの 2MG サインアルファです。で、これとこれが同じですから、結局3MG サインアルファですね。さらに MG でくくりますでしょうか。2プラスの3サインアルファですね。これが答えになります。括弧2の問題に行きます。括弧2は逆 U 字型の物体、これですね。これを先ほどは括弧1では固定していましたが、この固定をしないと、ですから自由に動ける、滑らかですから摩擦がありません、自由に動けるようにしています。で、この小球を初速 V0 で打ち上げたところ、半円筒の領域に入っていったというわけですが、この半円筒の領域、ここでは外には力を働いていません。で、そのままここではどうなるかというと、先ほどやった垂直抗力ですね、垂直抗力はこういう方向に、半径方向に、中心方向に向けますから、ここではこういう方向ですから、この垂直抗力の、これは小球に働きますけれども、逆にこの物体に対しては外向きに同じ力で与えています。作用反作用ですね、反作用で、その間の水平成分をで水平方向に力を受けますから、この逆 U 字型の物体は力を受けて加速します。摩擦がありませんから、この半円筒の領域に入れば、この物体は
逆十字型の物体が動くということですね。それを頭に入れておかないと、はい、いけませんけれども、この強い方向には外力が働いていないと、摩擦もありませんから、この方向には外力が働いていないということですね。ことからこの逆十字型の速度、このここで初級がここの角度アルファに達した時、この瞬間ですね、この瞬間での速さはこの物体の速さはいくらかという問題です。水平方向には外力が働いていないという問題文の中でも書いていますけれども、この水平方向に外力が働いていないから運動量が、水平方向では運動量が保存されるということがまず大事に考えられます。ですからこの小球のこの位置での水平方向成分ですね、つまり VX だから、 Vα というものを VX と Vy という2つの成分に分けて考えればいいですね。ですからこの水平方向だけの運動量保存速を考えると、最初は延直上方に打ち上げますから、水平方向はゼロですね。ですから水平方向の運動量はゼロです。でこの位置での運動量は何かというと、小球については VX ですね。しかもこちらを右向きを正としましたからマイナスです。マイナスの M の VX です。でもう一つはこの物体があります。一つの物体、これは一つの体系として、一つの物体と U 字型の物体と逆 U 字型物体と小球とは一つのものとして考える。ですから運動量保存速、この時はこちら M という質量でラージ V としましょう。ですからこういう式が成り立ちますね。運動量保存速です。外力が働いていませんから運動量が保存されるということですね。これからどういうことが言えるかというと、 VX は何かというと、こっちは移行するから VX が M 分のラージ MV という式に変換できますね。ですからもう一つは、ここ今さっき水平成分と延直成分に分けましたから、 Vα の2乗は Vy と Vx の三平方の定理ですね。 Vx の2乗と Vy の2乗というこういう式が成り立ちます。で、ここの何を求めたいかというと、このラージ V ですから、この Vx を求めて Vy がありますね。Vy があるからこれでは解けませんから、この Vy とラージ V と Vx との関連性のあるもう一つの条件を考えないといけないです。でこの時に、これはここのここから見ると、この U 字型物体の上から見ると、これは例えばこういうことが考えられますね。車があると、例えば車で V で行っていると、でここから前の席からみかんをこう放り投げて後ろの席に渡すということを考えましょう。その時にこの VX と VY という成分では分けられますね。ですから車の中ではこの VX と VY がありますけれども、ここから見ると、外を見ると、このすでにこのラージ V という自動車が動いていますから、その相対速度を考えないといけないと。でこの水平方向はこの速度が変わっていきます。ですから VX プラスのラ V という速さになりますね。で VY はこういう全然水平方向には関与しないと、これはどう見ても延直方向から見ると延直方向は必ず VY という形になって変わっていないと。これと同じようにこういう類似アナロジーでここを理解できると思いますが、ですから何が言いたいかというと、この VY、これは変わらないと。でこれはこの物体自身がラージ V で動いていますから、これと全く同じような類推ができますね。可能です。類推が可能です。ですから VY は変わらないと。で VY のタンジェントアルファがこの成分ですが、これはあくまでもこの外から見た速度ですね。ですから VX にプラス V を足したものが VY のタンジェントアルファという、こういう条件もが付与されたら、このラージ V が解けますね。これ VX をここ持ってきて VY を出したら VX と V の式になりますから、これから VR はもう規定値ですから、V が
解けるようになります。ですからこれからどういうことが言えるかというと、 VI はタンジェントアルファ分の VX プラス V です。で VX はこれを持ってくると、もう V だけでここの式を織り込めば V のラージ V の式で V が解くことができますね。ですからこれはタンジェントアルファ分の M 分のV です。これを分子だけを考えると M 分の MV プラススモール MV になります。で V をくくると M プラス MV になります。でこの 分母がここへ行きますね。分母はここへ行きます。ですからこの式はこういうふうになります。スモール VI はこういう V で表すことができました。スモール VX も V で表すことができました。でこの VX と VI をここへ放り込めば、V が解けていきますね。スモール VX がこういう M 分のラージ MV です。スモール VI がこういう式で表せました。でこの三平方の定理のところでこの VX の右辺の式を代入します。で代入したものがこれです。 V 上がる G はこれの2乗とこれの2乗ですね。あとはもう計算するのみです。でこれはそれぞれを自乗しました。これも同じく自乗しました。でこれをほどけばいいわけですけども、まず通分します。 M 次乗タンジェント次乗アロでタンジェント次乗アロをかけます。でこれはそのままですね。でこれもこれもつまり V 次乗で共通項がありますから V 次乗とくくりました。でこうなります。であとはこれをほどけばいいわけですけども、分子だけをちょっと見てみましょう。でこの分子のここですね、ここをちょっと考えています。これをでこれは M 次乗とここも M 次乗になります。ですから M 次乗でくくると1プラス1プラスタンジェント次乗アロになります。であとは 2M プラス M 次乗そのままですね。今ここだけ割っています。で1プラスタンジェント次乗アロはタンジェント次乗アロはコサイン次乗アロ分のサイン次乗アロです。でこれを計算するとコサイン次乗アロ分のこれはコサイン次乗アロになってプラスサイン次乗アロになります。これ分母をこうにするとこちらはコサイン10アルファプラスサイン10アルファでこれ1ですね。ですからこれはこのコサイン10アルファ分の1になります。ですからコサイン10アルファ分の M の次乗になります。あとはこれはそのままですね。でこれは分母をコサイン10アルファにすると M 次乗これ全体をコサイン10アルファ倍します。で、これは M でくくっていますからこういう式になりますね。ですから、あと今こうやったのはここの変形です。これがここになりました。でコサイン10アルファは こちらの分母に行きます。でタンジェント10アルファはコサイン10アルファ分のサイン10アルファですから、コサイン10アルファとコサイン10アルファが消えてサイン10アルファになります。分母はこういうふうになります。 M 字をそのままですね。で V 字をここ持ってきます。ですから V アルファの2乗はこういう式ですけれども、この式がここになりましたから、あと変形していくとこれ全体はこういう式になります。V 字が残っていますね。で何が一番求めたいかというと、逆 U 字型の物体の速度ラージ V、 これを求めたいわけですね。これからこの式から V を求めればいいわけです。でここまで、こぎつけました。これからラージ V を求めればいいわけですね。 V 字イコールこれとこれをかけます。でこれになりました。であとこれで割ればいいですね。これは割ったと分です。あとは平方ですね、ルートです。でこれは2が消えますから M3 アルファ V アルファになります。でこちらはルートですね、 M10 プラスこれそのままです。こういうすっきりした形になりました。これが答えです。